ミノはマサオは、日本の映画監督。鹿児島県出身。日本大学芸術学部卒業。フリーの助監督として務め、1973年に、流星人間ゾーンで監督デビューを果たす。しかしその後監督として登板する機会にはほぼ、恵まれず、東映に移り、刑事くん、G メン75、特装最前線などの一般ドラマや、スパイダーマン、 科学戦隊ダイナマンなどのキャラクターものの、東映テレビプロ制作の作品で助監督を務める生活が長く続く。1987年チーフ助監督を務めていた大都会25時で監督を再度担当したのを皮切りに、川切に同年より始まった仮面ライダーブラックで助監督監督。この時に初めて監督ローテーションに定着したが、 ミノワはこの時45歳であったためかなりの遅咲きと言える。翌年の仮面ライダーブラック RX ではメイン監督を担当するが、これは旧知の堀町文プロデューサーの意向があったとされる。その後スーパー戦隊シリーズやメタルヒーローシリーズなどで監督として頭角を表すことになるが、1996年制作の超高戦士シャンゼリオン31は、 羊とパイと現金とお最後に監督作品はない。これに関して東映側がスタッフの刷新や若返りを図ったためのリストラ制作の一環とも言われている。シャンゼリオン終了後東映が制作協力した新幹線97恋物語の現場に参加しているが、これは助監督としての参加である。日本映画監督協会の公式ホームページにおける 会員情報では、ぶっこ会員とされている。地球戦隊、ファイブマンに出演した、藤トシやは、ミノワはねっちりとした演出をすると評しており、俳優にリテイクを出す時もとなるのではなく、言葉で要求してきたという。第3話の撮影では、ミノワから敵に止めを刺すぐらいの目で演技をするよう、指導され、何度もリテイクを繰り返したといい、藤は印象に残った撮影として挙げている。 ありがとうございます。